始まりましたフラワーランドで1時から待ってますか？ケセラセラジオはい、じゃあ、僕マーシーです。マーチャです。はい、セラさとみです。はい、今日お願いします。お願いします。はい、今日は、1回目に始まりになったんだけど、はい、なんでそもそもケセラセラという名前だったんですか？セラさんがセラで、ちょっと思いついたんですね。そうなんですよ。でぜひ出会いを。そうですね、はい、まず私とマーシーさん、マンデマーさん、マーちゃんのね、出会いをちょっといいですか？はい、お願いします。去年の1月に私の勤務する小学校にライブで来ていただいて、はい、でその時初めてお会いしたんですけど、覚えてます。はい、うちの学校のオープニングルームで命の歌、命痛ましいの歌を歌っていただいたときに、ちょうど私抗がん剤治療中だったんですね。でもう本当にもう命に響いてきて、生きたくても生きられない人がいるっていう歌をと子供たちにね、やっぱり伝えてほしくって、その歌を聞いて私も本当にそうだなと思ったんですね。で私も治療中に同じ病気で一緒に戦ってきたね友達も亡くした後だったので、本当に生きたくても生きられない人のね思いがすごく、その西田さんのね歌詞を通じて、あと曲もすごく良かったし、で子供たちがみんな寝そべってこうねお腹に手をやって聞きましたよね。でその後に終わって、校長室で私がコーヒーを出した時に校長先生もいらっしゃったんですけど、はい、今日この命痛ましいの歌本当心に響きましたって言ったら、いろいろお話ししてくださって、うん、2人がハグしてくれたんですよ。覚えてるよね。ね、もう本当にそれが嬉しくって、いやパワーをね、うん、ハグで伝えて伝えたいなと思って、そうそう、最後そう校長してね、はい、よく最後帰る時に子供たちがバイバイって言うのは、いろんな学校でさせてもらったんですけど、その時ちょうど授業じゃったけ子供たちが出れんかったんか、ケセラセラさんがバイバイってそこまで出なくて大丈夫だよ、行ってくでそうで、マジさんもバーッとまた戻ってきてくださって、渡り廊下のところで、覚えてます、覚えてます。で私言った言葉覚えてます？何ですか？時間よ止まれって言ったんですよ。校長先生が爆笑してそばで見てたんですけど、時間よ止まれとかで、それが最初の出会い。すごい最後にインパクトがあってね、本当にパワーをもらって、その次に出会ったのがエッセンスではなかったですけど、あ、そうですそうです、ね、主人を連れて行って、ね、そしたらもう主人の方が大ファンになっちゃって、二人の優しい、で、まーちゃん折り紙が得意じゃないですか、はい、で、大島のセブンイレブンまで、はい、折り紙の写メを撮って、今何でしたっけ、待ち受けにしてるんですよ。で今パンが20円引きなんで新しいメジになります。そうだから今はもう主人がマテマンさんのブログや八兵衛さんのブログをいつも見て、まあ、チェックして私に寄せてくれるんですよ ね後から出る八兵衛でくださって、あれですね、アダモちゃんでつながったんですよ。まだ後から話す、そうです、八兵衛で今から、ね、はい、次はそうです ねそれが私たちの出会いで、はい、で次はちょっと有馬さん、なんでこんなにつながったんですか？それが有馬さんとの出会いは、はい、もうずいぶん前で、ね、子供が高校生の今もう卒業したんですけど、息子が同級生なんですよ。で小学校3年生からサッカーをやってるんですよ、有馬さんの故障で出会って、で同じチームで、でずっともう試合行くたびに有馬さんとはもうゲラゲラ笑ったり、いろんなこうねことを話してたんですけど、中1の時にちょっと私ががんになった時に同じ役員をやって学校で、うん、でそこでもまたなんかぐっと深まって、うん、そうそう、で、まあ、高校は別々になったんで、子供の子供が、はいはい、でいつ卒業したんですか、子供は？この3月に、だからこの前の河野さんのライブの次の日が卒業式、はい、それで、うん、
そのまあそういう出会いがあって、うんうん、でこの今年の1月に入って、うん、たまたま私それまで、外走ってたんですね、健康のために、うんうんうん、で走ってたらちょっとやっぱ肺が痛くて、うん、今度は歩こうと思って、うん、今度歩き始めたら今度膝が痛くなった、うん、分かります、すごい分かります、うん、でも初めて笑いよで、まあ、どうにかでもね、なんかでも運動はしたいな思いながら無理にこう、まあね、歩いてたんだけど、うん、そういう時にたまたまスイッチウォーキングしてんって声かけてくれて、うん、であ水はいいかなと思って、うん、普段がねかからないから、うん、で、うん、一挙になんかもう毎日のようにプールで、そうそうそう、そのプールが1ヶ月に4500円という定期を買ったら南米行ってもいいんですよ。だから損したくないからできるだけ行こうねって言って、うん、ちなみに1回なんぼなんですか？1回700円。ということは何回行けば元取れるんですか？週に2回以上行ったら絶対定期がお得ですって言われて、大事ですね、うん、なので買って行き始めたからできるだけ行こうねって言って、で毎日歩きながら毎日喋るようになって、うん、でそこでつながりが深、まあ、もっと深くなったんですけど、うん、またもう大役につながる、うん、ことがあったんですが、それが2月14日のバレンタインデーの日に朝早くマーシーさんから電話ありましたよね。あ、そうです、そうです。今日空いてますか？って、はい、リラライブとかいろいろするんでとかって、うん、で、あ、空いてますって言って行ったんですよ、待ち合わせて、うん、最初はどこに行きましたっけ？ね、いろいろあるですね、神社巡りだったり、うどん屋さん行ったり、でそこでバタフライの話が出たり、うん、っていうふうないろんなことをして、奈々ちゃんに集合、奈々ちゃんの後を行って、うん、うどん屋さん行って、でみんなで行ったんですよね、うん、いろいろ行った、そうそうそう、大浦雄介くんっていう、ビーズのデザイナーさんですか？そう、デザイナーをやってる、その弟がちょうどバレンタインが誕生日で、もう正午もね、うん、でけ、ちょっとみんな脅かしに行こうよ、おるかどうかわからんけどって言って、で行ったんですよね。で、私たちは大浦雄介くんがどんな人かも何にも知らずにピンポンって言って、みんなでハッピーバースデーって歌ったんですよ。寄せ書き換えて、で、お父さんと弟さんがね、出てこられて、で、写真撮って、まあなんだろうな、オブラくんって思いながら、でもビーズの話をされるから、はい、と思って、で帰ってブログを見たのかな、うん、そこで、あ、そうなんだと思って、うん、次の日に、パリマさんプールで歩きながら、ねえねえ、あのね、14日の日にね、マーシーさんたちとね、うん、平田の大浦雄介くん家にね、一旦言ったら、えっ、大浦雄介くん私が勤めてた幼稚園の園児さんだよっていうことで、多分そうだと思うとかね、うん、平田よね、うん、平田が実家だし、もう勤めてたのはそこの南の家も同じ平田だし、ちょっと帰ってすぐ卒園アルバム見るとかって言って、うんうんうん、で、うん、卒園アルバムを見てすぐ電話くれたんかね、うん、そう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 、やっぱり隣のクラスね、あるんだけど、隣のクラスに小倉祐介君がいて、私はその次のページの担任だったんですけど、うんうん、当時の祐介君の担任の先生の話もよく覚えてて、うんうん、なんかすっごいなんかやっぱりこう、目立つお子さんでね、いっぱいおるのにね、うん、たくさんいるんですよ、だって有馬さんも覚えてる、一番大きな幼稚園で、岩国南幼稚園って言うんですけど、うん、一つの学年が4クラスはあって、ねうん、それなん全部で380名の園児がいる中でも大浦雄介君かなり目立ってて、本当綺麗な真っ白いお顔の顔立ちとね、すごいなんかこう頭の回転がいいっていうお子さんがいるんで、うんうんうん、まーちゃん雄介の覚えてる、どんなイメージ雄介って髪の毛がツンツンしとって、うんね、お兄ちゃんも袖で髪の毛ツンツンしなしたよね、そう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 、歌もうまいし、かっこいいし、頼りがいあるし、ねえ。ね